ソルヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日は風がね、ものすごく強かったですね。寒かったし、今朝ね、来るとき、自転車で来てるんですけれども、自転車が風で吹っ飛ばされそうになってましたね。これは危険な風だなって思いました。久々に危険な風でしたね。台風のような風でした。さあ、今日のレターのご紹介です。自分は一体何なのかと、子供への自分の行動を振り返るたび、子供を従わせようとしている自分がいます。主に勉強、生活態度には圧をかけてしまい、子供は親が怖いからやっています。それを知りつつもやらせている自分が何なんだ、私はバカかと、自分の指示や子供への態度、何なんだ私は、という自分への疑いしかないです。そうやって自分の行動に対して疑っているわけだから、普通の親なんじゃないですかね。じゃあ反省して前に進むかといえば、前も同じこと言ってたよね私、と思いながら同じことに起こっています。と、ここが大事ですね。と思いながらこうやっちゃってますって。思いながらやってるのと、思わずにやってるのとでは、これ、ものすごい差がありますからね。この方はね、思いながらやってるから、普通じゃないですかね。子供に辛く当たるのはやめたいです。そういうふうに思ってらっしゃるから、いつか辛く当たらなくなれるんじゃないですかね。だからいろいろね、ご自身でも反省するんだけれども、その反省が生きていかないっていう話だと思うので そのうち子供が成長してくれば、関係性も変わるんじゃないですかね。いや、そんな簡単なもんじゃないぞっていう方もいらっしゃると思いますし、それはその人それぞれによって違うんですけれども、生育上の背景もね、いろいろあったりするので、もしね、そう思われる方がいたら、ご自身の背景も振り返りながらお便りをください。ご紹介させていただきます。それではまた。